はい、皆さん、はたまたあやみです。キャンブリッジ到着しました。駅出て早速ツリー、そしてお隣は工事現場なのでちょっと騒がしいですね。なのでまだね5時なんだけど、今ね日が暮れるのがとても早くって、本当はね6時待ち合わせなんだけど、私ちょっとねキャンブリッジ見たらしいなと思ってちょっと早めに着くバスじゃない電車を選んだんだけど、うん、到着してみたら案外日が落ちてます。ね、この後ね中途半端に時間、今何時で、5時だよね。あれ今待ってね、あ今4時だね。5時じゃないね、4時よ、この暗さで。可愛いね、でもね可愛いからね、お届けします。4時だね、そう2時間あるねって思って、そうだよね、そうそうそうよ、4時でしたね。ちょっともう日がこんなだから5時かなと思っちゃった。人って面白いよね。かわいいね、はい、かわいいですよね。はい、どうぞ。キャンブリッジですよ皆さん。ねえ、何があるのかな、こういうね、多分駅の近くはねないんだよね、だからちょっと歩いて行ける距離に何かあるのか、あまりねそういう下調べ私してきません。例えば旅はね、なんていうの、道連れ、道連れって言っちゃあれか。もうねその場でね、もうねあれよ、運命が導くままにね、必ずねそう行くところはねついたどり着くようになってるのでね、なので私はちょっとこの後そうね、マップとか見て行ける場所を探してみます。そのね、ビデオ撮ってるのに彼を受ける、テンション高いですね。ね、テンション高いよね海外の人って、最高だよね、最高でしょうね、こういうのですよ皆さんね、そう人と人との触れ合いだよね、本当にテンション高いよね。だからさ、日本人はさ結構さ、私たちってさ何、街歩きながら歌ってても変な人って目で見られちゃったりするじゃない。もうこっちみんな自転車乗って歌ってるとか普通だからね、陽気だよね。だってさ、さっきのみたいな彼もさ元気になるじゃない、やっぱり笑うとね、笑いってさ元気になるから、本当に笑いって必要なんだよね。ということで、そう、そのね羽田空港で数時間会ったイギリスの彼とここで合流するんだけども、その前まだ2時間ぐらいあるので、私はちょっとウォーキングルーツだって、いいねいいね、ちょっとここ行くね。なので何か皆さんにお届けできそうなものがあったらまたお届けします。はい、後ほど。それでは皆さん、先ほどのねもうとりあえず歩いてみますって言ってたでしょ、私そこからテキテキ歩いてみました。そしてね、素敵なものを見つけたのでお届けします。じゃりやーね、この時期ね、多分あれも仮説なんじゃないかな、この時期ね、なんていうの、ああいうの遊園地なんていうの、ああいうのとか大丈夫かな私。はい、お酒入ってませんよ、全然お酒は入ってません。ちょっとねキャンブリッジの素敵さとキャンブリッジの気温の低さにテンション高めになってます。そう、移動遊園地よ、そう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 、よくさ海外のさドラマとかで移動遊園地映画とかに出てくるよね、きっとね。あれも移動遊園地、この多分クリスマスホリデーシーズンだけなんじゃないかな。あとでもしかしたら来る時間あるかもしれないから、もうちょっとね、ちょっと今向こうまで行ってる時間もないかなと思うので遠目からお届けしました。はいはい、皆さん先ほどね適当にじゃあ歩いてみますって言ってからテクテク歩くこと着きましたよ、かわいいね、チューン。はい、ということでちょっと歩いてみますよ、一緒に歩きましょうね。街は元気です。元気ね、元気元気、ね、元気があれば何でもできるってね、どなたかも言ってましたしね。ね、
私ね、カナダとね、アメリカ住んできたことがあるんですが、カナダね、イギリスのね、やっぱり影響あってね、ちょっとね、まあもちろん近いところはあるけれども、でもやっぱりね、なんだろう、私本当に、ロサンゼルス、トロントに住んで、まあいろんなところを旅はして、東南アジアね、バックパックとかもしてきたけれども、ロンドンね、一番好きです。なんかね、毎日毎日恋するって感じ。あ、ここロンドンじゃない。ごめんね。ここはロンドンじゃございません。もうすごい大きく嘘つきました、私。ね、キャンブリッジ、ここキャンブリッジ、ロンドンじゃないね。はい、今、成人地にされました、私。すみません。そうそう、イギリスね、イギリスね、好きだなって、語弊でしたね。かわいいでしょ。なんだろうね、ほんと歴史とね、自然とね、人がね、融合してるんだよね。素敵だなって、本当に毎日毎日。ロンドンも大好きだけどね、こうやってね、ちょっと電車乗って2時間半離れたらさ、また違う街があるっていうね。しかも2時間半のバス、片道1500円ちょっとぐらいで来れるっていうね。素敵すぎやしませんか、皆さん。ねえ。私のね、50分1時間話すね、言葉よりもね、このね、映像がね、1分の映像が皆さんに伝えることの方がね、大きいと思うので、もうこの映像から皆さん、イギリスを感じてみてください。